雰囲気が変わった。油断するな。 こたびも刺激的な旅であった。俺に任せてくれ。ここは地下なのか。何かの遺跡の中にいたいだか。どうやら九段の棚の聖堂のようすべて失われたのだが、 埋もれて残ったか、あるいはもともと地下に作られていたのか。攻撃を引き受けるぞ。気をつけろ。何かいるぞ。なんだ、置物が動いてるのか。襲ってくるわ。 倒れろ。いい連携だった。演武局といったところか。 仕掛けてきているのか。誰が知らないけど、よっぽど邪魔されたくねえらしいな。これで終わりだ。 こっちのまた。決めて。決めて。これで終わりだ。 今だよ。
せめてあなたは爽やかに頼むわ。努力しよう。 ここで決めてやる。
なあ、くさびから現れた奴らって全部倒したってことでいいんだよな。うん、全部で4つだからそうだと思うよ。どれも手強い相手だったけど、俺たちの敵じゃなかったな。本当は少し怖かったんじゃないのか？ちょびっとな。でも倒したんだ。間違いなく俺たちの力で。まあ、だよな。本当に他にもういないといいのだが。それぞれ属性の違う一体限りの特別性みたいだったし、そういくつもいるとは思えないわ。そうよね。なんで今テュオハリムに確認したんだ？あ、いえ、なんとなく横取りしてしまったような気がして。よくわかっているな、シオン。なるほど。おう。ここは戦いやすそうだ。キサラ、お、キモね。たてのことだよな。今の子はどうだ？あ、うん、うん、ハハハハ。やれやれ。お宝、なんと甘美な響きか。そうですか。一休みしないか。何か食べるか、ウルル。おやすみ、みんな。お腹いっぱい。ほんと食うの好きだよな。そんなことないわ。何も恥じることはあるまい。何使ったのか。こたびも刺激的な旅であった。感じるぞ、窮した民の思いを。うん、またかよ。あ、ちょっと。
任せ。よろしい。ここはビスキントの修練場。おい、ウルガリムキルじゃねえか。どういうこと。これが自宅隊なの。迷ってる場合じゃなさそうだ。こいつ強いぞ。
えるよ、助けを求める声が。本当に我々を何だと思っている。全てが研究の対象でしかないのだろう。手入れはしっかりとな。ゆっくり休んでくれ。動きにくいな。次のご飯はいつかしら。うん、献立を考えておくべきだ。まだ食い足りないのか。こいつを使えばいいんじゃねえのか。待って、脅かすなよ。まずいのかこれ。そうじゃないよ、いるよこの先に。いよいよだな。この先きっと勝つまで引き返すことはできない。世界と一緒に生き延びるか消え去るかだ。みんな覚悟はいいか。ここまで来たら逃げるわけにはいかねえよな。とっととぶちのめして帰ろうぜ。古き時代を終わらせる、思えば長い道のりだった。まだ終わりではありませんよ。新しい世の中作りが待っているんですから。ダナとかレナとか魔法とか関係ない世界。うん、そのためにも絶対に勝たないとだね。
届こう。行きましょう。私たち自身の未来のために。何かに支配されたり奪い合ったりしないでいい世界、大切な人と一緒に生きていける新しい時代のために行こう。レナの花の上か。やっとたどり着いたか。だが精霊の意志の核はどこだ。それにレナス・アルマ、ヘブレクトの35の話ではここが核だってことだったな。リンネル、何か感じないか。どっちを向いても精霊力だらけなのは確かだけど、一番強いのは私たちが踏んでる花だよ。そう言われたってこんなの壊せるわけないぜ。試しにぶったたいてみるか。見て、レナス・アルマ、あの光はダナからの精霊力か。だが一体何？気をつけろ、何か来る。これが精霊の意志の核なのか。我々と戦うために実体化したという。私の中で間違いない。茨の本体、私の運命、究極は奪うものの姿。Thank you.
精霊、お前が生きてるから、それは誰にも否定できない。だ、そのために俺たちに滅べと言うなら、俺たちはお前と戦う。行くぞ、みんな。
攻撃を受けながら、なんというしぶとさなのだ。関係ねえさ、向こうが根を上げるまでぶちかまし続けるだけ。まだ余力を残していたか。やろう、レナサロンを持ったまま逃げやがった。悠長に引き返していては間に合わない。俺たちもこれを使って追おう。ああ、そっとしねえけど仕方ねえな。ええ、ここで逃げられるわけにはいかないわ。よし、行くぞ。足場があって一安心。うわ、いいけど、どうなってんだここは。理解を超えた光景だな。それより精霊はどこだ。見て、あそこ。なんだ、形を変えているのか。まずいよ、やっぱりどんどん再生してるみたい。しかも前より大きくなろうとしてる。くそ、なんとかあそこに追いつかないと。気をつけて、何か来るわ。足止めのつもりか。次々と来るぞ。それだけ向こうも追い詰められているってことだ。決死だ。あれが人間のように考えるとは思わない方がいいわ。けど時間稼ぎなのは確かだろ。ああ、本来の方はどんどん大きさを増している。だがその分速度も落ちているようだ。かえって追いつきそうだ。急いだ方がいいってことか。みんな踏ん張ってくれ。あの突進致命傷になりかねず、それを防ぐのが私の役目です。やれるぞ。精霊力をアタッカル。こっちの番だ。炎を読み持たせ、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 炎を一気に終わらせるわ。行きなさい、アドレビート。オブリア行かずよ、降り注げ。倒れろ。巻き込め。いいわ、セーバー。頼む、乗ってくれ。どういう状況で倒れた。行き止め。天球能力は。やっと。止めに来る。手が切る程度。炎よ、巻き込め。止めに来る。手が切る程度。止め。買い物とは、俺が買う。見せないと。変だ。
り着いたぞ。ダナの力を吸収するのをやめた。どうやら我々の相手と力の吸収を同時に行うだけの余裕はないと見える。なら早いとこぶちのめしてレナ・サルマを取り戻そうぜ。
シオンも無事だ。精霊がまた再生する前にこのまま儀式を始める。シオン。貴様が知る程度にはな。俺を操ろうとした精霊は滅ぼさずにはおかん。そのやり方はさせない。だからやるのだ。貴様には耐え難かろう。お前は支配者の務めを果たせ。この力で女もろとも精霊を葬る。それでこの茶番は終わりだ。身に刻め魔人剣トガ。なぜ逆らう。
ないために支配する。それは終わりのない憎しみの道だ。わからないのか。行き着く先は破滅しかない。許し合いだけがそれを避けられるんだ。弱者の思想よ、物質が走る。違う、許し合うことこそが強さだ。許しなどない、ただ強者の蹂躙あるのみ。お前のやったことは悪だ。そこは否定しようもない。だが、お前が道を誤ったのは、なまじお前が強かったからだ。何より、お前が一人だったから、支え、正してくれる仲間がいなかったからだ。お前には、自分のため以外にその力の使い道がなかった。誰でもお前のようになったかもしれないんだ。俺だって。だから俺はお前を許そう。哀れんで許す。まさしく強者の所業よ。よせ。たとえ世界を救い、虫の良い夢を思い描こうと、これより貴様が歩むのは裏切りと失望に満ちた汚職の道、その果ての暗闇で待っているぞ。ボルナ
しよう。すまない、レナス・アルマが。ええ、でもまだ炎の剣があるわ。レナス・アルマほどの力はないかもしれない。それでもダメだ、それはダメだ、それだけは。もうすぐ茨は、精霊は解き放たれる。そうなればどの道誰も助からない。でも今ならまだ間に合う。私ごと茨を焼いて。そんな、そうしないために今まで戦ってきたのに。必ず助けると約束したのに。分かってる、でもあなたにまで死んでほしくない。お願い、私のために世界を終わらせないで。アナからの精霊力が通った道がまだ残っている。あれに乗せてダナの意志に呼びかけるんだ。何を言い出すの。覚えてないか、ダナの意志は俺たち一人一人に宿っているって話。俺たち全員の総意がダナの意志となって現れるのなら、ダナの世界全体に訴えることで助けを得られるかもしれない。ダナの人々が私たちを助けたいと思えば、それがダナの意志となるって言いたいの。無茶よ。無茶でもシオンを救えるとしたらこれしかない。それにこれはレナを救う方法でもある。レナを救う。ああ、レナの意志は決して邪悪ではなかった。犠牲にしないというならレナも救わないとダメなんだ。俺はシオンのいない世界で生きたくない。もう何かの屍の上で生きるのは嫌だ。アルフ、分かったわ。俺はシオンを救いたい。そしてレナも救いたい。何かのために別の何かを犠牲にする、そんなことはもう終わりにしたい。だから力を貸してくれ。
Thank you.
行こう。Keep the flame alive. I want to feel your hair right now. You are the place, my only hope.